はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ジャーニートゥーザサベージプラネットの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ストンプブースターを、作成して、であとは、冒険家のランクが上がって、いろいろとアップグレードできた感じですね。で、今回はですね、先に進む前にまたランクを上げたいですね。なんで、まずはサンプル、カピエナと、ジェリーバフトと伝染病のパフバード、カピエナっていうのは、未亡人ですね。じゃあサンプル取りに行きましょう。メールが、本物のお金を稼ぎたい、チップリッチマン、お金現金、圧倒的力を持つドル、お金は好きかい、もちろん好きでしょう、もっとお金が欲しい、もちろんそうでしょう、私のようにお金持ちになろう、どうやって、簡単だ、チップリッチマンの富のシステムを学ぼう。ステップ1、財布を出す。ステップ2、私の素晴らしい新刊書、貧乏なんかじゃなく金持ちになろうを買う。これこの人にお金が入るんじゃないのかな。簡単だ。この113ページにも及ぶ傑作作品には、膨大なお得情報が載っている。まずはチャプターのタイトルを見てほしい。見て想像して具体化して収益化する。認定キャッシュクレイジー、私はお金だけを信じている。あなたの内なるお金の魔人とのつながり、お金に身を埋めて、税の抜け道、日和見誘金、戦略的破産戦略的破産なんてあるんだ。そしてあなた、良いことと言ったらお金だけ、心の隙間はお金で埋める。未亡人は、ここですね。オレンジグ探知機、調査を使って、近くにある未収集のオレンジグ。あ、ここに1個ありますね。100メートル先ぐらい。あ、そっか、ジャンプも増えたんだ、回数が。未亡人のサンプルを、ほい、逃げる。よし、で次がジェリーワフト。あ、これか。これ浮かんでるから結構難しいんじゃないかな。あ、じゃあこれ琥珀か。
あ、これやれるかな、もしかして。ちょっと取りに行ってみよう。あれ、もう一箇所どこだっけな。よし、よし、ここ行けなかったところ行けるようになって、あ、この中か、痛い。あ、10分の4、エイリアンの映画。よし、あ、いた、ジェリーワフト。サンプルをくれ。よし、で次が伝染病のパフバード。でオレンジグーがここにあるな。31m下。ここにある。この下に。ここか。待って、これ俺も食らうんじゃないかな、爆弾。あく、なっと、ブック。あー、ちょっと、ネック。
いやあれ上からじゃないと多分取れないな。また行かなきゃいけない。死にかけだったな。よし。124m、これでも後で。伝染病のパフワードは、いやーだいぶ快適になりましたね。ジャンプも回数も増えて。ライブサンプル2完了。次が、腐食性の雨。死にかけたプライムジェリーワフトの3で2匹のクリーチャーを攻撃する。あの赤いイカか、あの3を投げてくるジェリーワフトだ。この空飛ぶイカの変種クリーチャーの体はどうやら3でいっぱいのようだ。他のクリーチャーの上で爆破させよう。確かこの辺にいたような気がするんだけど、あれだ、敵の上で倒せばいいんだ。敵の上でか、難しいな。こっちに来てほしいな。あーくそ、いやー難しい、難しいぞこれ。まずこの、あ、緑の鳥、
て回復したい。回復ないですか。あれか、これを使って。どうだ、ダメか、難しい。エリアの合金探知機。あれもう出てこないかな、あれ。他に向こうにもいるな。下に敵がいない、ここは。一番良さそうなんだけど、じゃあ他を先に、ショック？バインディングバングル、バインディングバイルで動けなくなっている4匹のクリーチャーを3秒以内に殺す。バインディングバイル、これか。これ使ったことないぞ。じゃあパスワード4匹いやちょっと離れてるな。
ディングファイル。こいつが来てくれないな。3匹は集まるんだけど、この辺に呼ぼうじゃん。ダメだな。4匹、バインディングバイルを。俺も固まった。どう？お、いった。で次が、ボムグラネードで琥珀のパフバードを3羽。どこいた？いろんなとこにいるんだけど。琥珀が3匹も集まってる場所。またメールが。あ、エイリアンか。シャープ4。なんか DNA みたいな。あー、短い。琥珀がいる場所どこだったかな。3匹いる。3匹をボムグラネード一撃で倒す。まず溶かさないといけないから、この辺におびき出して、ボムで。あ、完了。あ、完了した？痛い。完了した。あとこれだ。腐食性の飴。
復活してる。これ成功させたいな。緑のも残しとこうか。で、あ、くそ。こいつの下に。ここだ。お、いった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 。よーし、お、よくやった。君のデータを圧縮してキンドレッドに送信。あー、難しかったこれ。また、コングラチュレーション。この喧嘩のランクを獲得した。これはすでに君の肩書きのようなものだが、これまではそのレベルの給料が支払われていない。キンドレッドは正規の金額になる前に、しばらく仕事ぶりを見るべきだと考えている。これが本当のこだわりってやつさ。要は、金は、給料は上がらないのか。まずはこれもいらないけど、まあ、燃料探知機。4段ジャンプ、40スラスター。これはなんだ？ファストリフィル。なんだろうこれ。取ってみよう。アドバンスドローンチブースター。ローンチブースターを使用するときは水平方向を維持すると遠くまで飛ぶことができる。流れるように動くんだ。水平方向。取ってみよう。最高のユーティリティベルト。どんな種類でも10個まで運ぶことができる。ブライト爆弾ブースター。さらに大きな3の雲。
あ、これ意外に、あ、リソースが足りない。とりあえずダメージ3。どうしようかな。あ、これ取れないんだ。ああ、エリアの動きも1個しかないから、現時点でどっちかしか取れない。バッテリーを上げるか、リロード速度かな。もうこんなの集めなくてもいいかと思ってたんですけどね。炭素とか。足りなくなるとは思わなかった。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。